子供の頃、変身アイテムやデラックスの合体ロボで遊んだ記憶があります。年齢を重ねていくにつれ、そういった遊びはなくなりつつありましたが、大人になった今、改めて特撮グッズを買い漁り、見て楽しんだり、触れて遊んだり、そんな時もあったりなかったりします。さあ、そのような特撮の商品、毎月のように新しい情報が発信され予約販売されているのは皆さんご存知の通りですが、商品の中にはなぜと思うものがあったりなかったりしませんか？世の中には平等という言葉がありますが、これら商品化には平等というものはないのかもしれません。改めまして、ご視聴ありがとうございます。花風です。本日は仮面ライダーシリーズから最近商品化されたものについて個人的な意見をつらつらと話していくだけの動画です。まあ、若干というかかなり愚痴っぽい話になっておりますので、そういう話を聞きたくない方はですね、今すぐブラウザバックをおすすめいたします。よろしいでしょうか？見たくない、聞きたくないという方はね、閉じていただけましたかね。ということで本編へどうぞ。コンプリートセレクションモディフィケーション。まずは大人向け変身アイテムなんて言われている CSM コンプリートセレクションモディフィケーションの話からです。先日バージョン2ということで、新しい機能要素を加えたダブルドライバーが予約開始されるという情報が発信されました。いやー、すごいですよね。ダブルドライバーといえば CSM の中でも一番最初に作られた変身アイテム。今年仮面ライダーダブルが15周年を迎え、さらには11月にフート探偵の映画もあるということで、まあ、サプライズ的な発表がされたアイテムでしょう。ちなみに数えると2013年の初版からバージョン 1.5、 バージョン 1.5 フートエディション、そして今回のバージョン2、今回で4度目の登場をしております。もちろんそれぞれ機能は違いますが、さすが人気の仮面ライダー作品なだけありますよね。購入層も多く収益も多いんだろうな、なんて予想はできます。もちろん私もね、仮面ライダーダブル大好きな作品ですし、フート探偵も見ましたし、映画も見に行く予定です。ただ優遇しすぎじゃねっていうのは言いたいところですかね。いや、いいんですよ。バージョンを上げてね、よりハイクオリティなものを届けるという精神、それは素晴らしいことです。でも他も商品化してあげてもよろしいのではと言いたい。例えば周年だったのに CSM 化されなかった仮面ライダーいますよね。はい、フォーゼ、ウィザード、また CS はやって CSM は一切話を持ってこない仮面ライダーもいますよね。仮面ライダー響きですね。はい、ダブルドライバーを望んでいる方はもちろんいると思いますが、同じくフォーゼドライバーやウィザードライバー、変身音叉を望んでいる人もいると思うんです。てか声を上げている人もいると思うんです。はい、私がそうなんですけれども、それを無視しているのか、作りたくても作れないのか、収益を気にして作らないのか知りませんが、もう少し他作品にも目を向けてはくれませんかと言いたいところ。おそらくの話で申し訳ないんですが、来年の今頃オーズドライバーのバージョン2の話になっていて、他の作品はまた後回しみたいなね、オチが見えますが、果たしてどうなんでしょうか。無印 SH フィギュアーズ。CSM でヒートアップしていたように感じますが、まだまだ続きたいと思います。続いては無印の SH フィギュアーズのお話。ガッチャード関連が続々と登場し、ついでにギーツ関連もなぜか発売されておりまして、なんだ平和じゃんって思っている方もいるかもしれませんが、まあ待て、よくよく考えていただきたい。私的ことの発端はですね、仮面ライダー大群武人ソードの発売ですね。技術作品の中でも人気が高いフォームっていうことは分かっております。まあ、それをねしっかりとフィギュア化しててすごいっていう褒め言葉も交えつつ、私の中では武人ソードが今来るのっていうね疑問が湧いたんですよ。理由は単純で、順番ですね。まあ商品化に、ね、順番なんてないとは思いますが、それでもですよ、技術より前の作品、ランページバルカン、縦紙標準戦記、ホーリーライブ、エビリティライブ、商品化されてないのよ。なのに人気だから、まあ理由は分かりませんが、武人ソードを持ってくる、ちょっと意味が分からないという感じですね。別に武人ソードがね嫌いというわけではなくて、 CSM と一緒で他にも目を配らせてほしいということです。100歩譲ってバルカンはないと。ローンウルフ出ましたし、縦紙標準戦記も、まあ、縦紙のね造形が難しいと、
まあわかりますよ。でもホーリーライブは出せるでしょって思いませんか。同じ2号ライダーなのにこの差。ちなみにギーツ、ナーゴ、バッファ、こちらねフィーバーフォームが出ていると。タイクーンはそれを吹っ飛ばして無人ソードですからね。その点加味してもちょっと順番おかしくないですかって言いたいと思います。付け加えて無人ソードを出す前にゴーストの無限魂を早く商品化していただけないでしょうか。もしギーツ9が先に商品化とか言ったら、これは無限魂をね待ち望んでいる方は暴挙に出ていいような気もしますけれども、いやでもギーツ9の方が欲しいという方の方が圧倒的ですか。 SHP アーツ真骨頂製法。先日真骨頂製法仮面ライダーアームド響き、こちらが受注開始されまして、これに関してはね私もう手をグーにして喜びました。はい、商品化ありがとうございます。ですが真骨頂製法に関しても言いたいことはあります。ここもね商品化されてないという不公平さがあると思うんですよ。例を挙げると龍騎、フォーゼ、まあ一応ブレードも挙げておきましょうか。龍騎もフォーゼも何の音沙汰もなしで周年が終わってしまいましたし、ブレードもあと4ヶ月程度で周年終わりますけれどもという状態で吉報なし。ブレードに関しては年末に発表があるかなとは予想しておりますが、龍騎フォーゼはいつになるんですかっていう感じじゃないですか。特に龍騎なんでねかなり人気な作品でしょ。まあ私はそうでもないですけれども、欲しいと思っている方非常に多いんじゃないかなと思うんですが、なぜ商品化されないのか。無印でセット販売したから真骨頂でもと考えて遅れているのか。ならお得意の別売りすればいいじゃんと思っちゃいますけどね。バースとかビーストもね別売りだったわけですし、フォーゼなんて非常にシンプルな仮面ライダーじゃないですか。何か理由あるんですかね、なんて言っておいてちょっと次の話に移りますが、仮面ライダーカイザーですよ。ネクストカイザーはね20周年映画があってすぐに出ました。でも肝心のカイザーですよ、参考出品しているのになぜ出さない。9月13日に出したら最高だったなって感じているんですが出ませんでしたよね。この辺も不思議で、なぜ映画の方も先にとは思った次第です。他にも言いたいことありますがね、ファイザーアクセルフォームの受注うんたらかんたらとかね、まあ今回はいいです。これまで大いに愚痴をこぼしていたんですが、まあ悪者でね終わるのもなんなので褒めるということもしておきたいと思います。といっても簡易なことなんですが、先日キングオージャ関連のメモリアルアイテムオージャカリバーゼロとクモノスレイヤーが予約終了となりましたが、なんと二次受注がされているということでね、再度受注開始されたではありませんか。実は買おうか迷っていたアイテムでして、悩んだ挙句見送っていたんです。でも直近でやっぱキングオージャ見返していてですね、やっぱ2つとも欲しいなってね再熱していたところでの再受注、悩む時間が増えたなんてね思いまして、再受注ナイスなんて声を出していたんですね。え、悩む時間が増えた、もう買ったじゃなくて、はい、まだ悩んでますか何かという、ワンチャンくれたことに感謝という話でした。あれ、今回って仮面ライダーの話じゃなかったっけ。ということで以上です。人気があるものから商品化されることの何がいけないのと言われると、別に悪いわけじゃないよとしか言えません。とりあえず私はこう思ってますという意思表示なだけであって何の効力もないと思うけれども、一消費者の、ね、目線を発信したというそれだけです。まあ、商品化は嬉しいものももちろんありますから、これからも質のいい特撮商品の開発販売よろしくお願いしますと、こういう言葉で、ね、締めたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画共感いただける方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。無理という方はバッド評価でも構いません。ぜひ仮面ライダーに限らず特撮商品について物申したい方はコメントにお書きください。ただし節度を持った意見をお願いします。ではごきげんよう。